佐久地域は古くから鯉の水田養殖が盛んで、より育てやすいフナの養殖が根付いた土地です。フナを田んぼで飼うといくつかのメリットがあります。フナを飼うことで農薬の使用を減らすことができます。またフナが動き回ることで水が濁り、雑草の繁殖を抑えてくれるのだそうです。さらに採れた米はフナ米として高値がつきます。田んぼで養殖したフナのことをタブナとも呼びます。2006年に147あった生産農家は2020年には47に減りました。ここに集まってるのは自然に集まるんですか？ええ、いやいや、ここは集めるためにこれ作ったから、自然には集まらないですね。それは水路を広げてる。そうですね、水路。田んぼの中に溝を掘り、フナの通り道を作ります。少量の水を流すと、フナはそれに向かって上がっていきます。自然の仕組みって不思議です。お孫さん、ええ、あら、裸足か？大丈夫か？長靴は脱げなくなっちゃうから。すげえな、やっぱり宇佐さん。はい、理想的ですよ。そうですか。お孫さんが手伝ってくれて、ええ、そうか、裸足、長靴履いてると足取られちゃうからね。いいですね、お孫さん。よくやってくれますよ。ねえ、昨日だもんね、お手伝いしてくれて。あ、そうなんだ。はい、給食でね、フナが出るって。それまで喜んで。給食でフナが出るの？はい、自分の取ったね、フナが出るかななんてながら食べてるしてました。給食に出るんだって。美味しい？美味しい。苦いけど。苦いけど美味しいの。ちょっと金魚すくいみたいだね。でも友達でもなかなかこれ経験したことない子多いよね。ちょっと仲間入れてね。あ、結構もう体感がないからね。なんか将来こんななりたいなってある？公務員。堅実ですね。じゃあ公務員で兼業農家でこれやる。いいね。家族総出で泥だらけになってフナを追う。このような風景がかつてはこの辺りで多く見られたそうです。取れたフナをこの後どうするのかと言いますと、自宅の池に一旦放します。これ田んぼから取ってきてこの池に入れるじゃないですか、ええ、これは何の目的なんですか？これ泥があるから一晩は。ここで泥を吐く。吐くってね。何キロぐらいですかね？これ一杯で 2.5 ぐらいかな。うーん、臼田さんのお宅はこのフナを JA に出荷しています。大変ぶしつけな質問ですけど、キロおいくらぐらい？税込みで2100円ぐらいかな。ええ、佐久地域ではフナを甘露煮にしていただくのが定番だそうです。エラについた泥をきれいに洗い流して、はいはい、うん、そして何度も結んで、今やっとこう水を切ってるとこです。でも元気だね、はい、生きてますよね、はい、それでどうするですか？次は今度、うん、お酒とお砂糖とお醤油を煮詰めた中にフナを入れて。分量的、割合的にどれぐらいですか？分量はね、その人によって、そのうちによって違うと思うんです。お母さんごめんね、はい、これを沸騰してる中に入れるとちょっとかわいそう、残酷。そうですね、最初は私もなんかこれ残酷かなと思ったけども、結局フナが美味しく煮えていいじゃないかなっていうことなんですがね。命をいただくっていうことですね。はい、それ今度は強火にまた一気に。お嬢様いらっしゃいますよね。はい、
お近くにお土地になった、はいはい、やってます全然に、あの似たのを持っていくだけですその気にならないとダメですよね、うん、お母さん作ったあの似たのは喜んで持っていく、あ、はい、そうですか、美味しいってうわっ、おちょっと水の量増えました。そうですね、水分がほら、うん、船にあるからね、うん、お父さんが作ったタブナが、まあ、お母さんの手によって美味しくなると、はい、ね、夫婦の共同作業で9月ともなるとこの地域では各家庭の台所から船を煮る匂いがしてくるんだとか。汁がなくなるまで煮詰め1日寝かしたものがこちらです。あ、わわわわわわ、まあ、お待たせしました。どうぞ召し上がってください。すごいですね。いただきますね。どうぞ。はい、アナウンサーの食レポってのはこういうことだと思って見ててね、うん、いただきます。あ、ちょっと小ぶりになります、煮込むと。そうですね、いただきます。64歳初めてです。いただきます。いただきます。おいしい。え、めちゃくちゃおいしい。そうです、よかったです。おかわりしてください骨も何にもないし、頭もいけるし、それで船米ですよね。そうですね。これはちょっと、まあ見た感じわからないですけど、わあ、ちょっといただきますよ。あ、味わい深いね。甘みがすごいね。ああ、そうですか。おいしい。どう、今のおじさんのリポートは。だね、よかった、結構よかったです思ったよりよかったです。思ったよりってどういうこっちゃごめんね、二人食べたくて仕方がないよね。どうぞ召し上がれおばあちゃんが作った食べ慣れてる千代ちゃん、どう。美味しいですフナは栄養もあるでしょ。だって昔のなかなかお肉がなかった時にこれでタンパクを取ってたんですもんね。柵、うん、の皆さんって健康長寿っていうのがありますじゃないですか、はい、 そうですね、その原因の一つかもしれないですよね。そうですね、うん、待ちに待ってますそうです、待ちに待ってる、はい、